では大沢たかおさん、そして長澤まさみさんにご登場いただきます。お願いいたします。ではおかけいただいて、はい、よろしいでしょうか。そうですね、本当にこうこの CM の中でテレビコマーションの中で彼は言ってるんですけど、本当に幸せだって言うんですよね。でもそれは実は台本にもなくて、彼が本当に自分の言葉で幸せなのって言ったら本当に幸せだっていうのが僕はやっぱり忘れられなくて、その改めて僕はこう町に住んでるんだけど、さ本当に幸せとか何なのかなとか、もう一回こう見直す本当にいい機会だったなというふうに今思いますけどね。大沢さんご自身もじゃあ自分の原点をこう見直して、自分の幸せって何なのかなって問いかけるような時間。そうですね、はい、うん、それも僕は楽しかったんです。スタッフはすごい苦痛だったみたいで、僕の運転が後で言われましたけど、それだけが辛かったって言ってました、ね、本当にやっぱり同い年の人がこんなに頑張ってるっていうのをこう間近で見て、すごい自分も勇気をもらったし、なんかお互いにすごくこう励まし合えたような気がして、すごくいい時間でした、はい、で最後はなんか彼女が一人で踊るシーンを私だけが見れるっていう場を与えてもらえて、はい、すごく素敵な時間を過ごさせてもらいました。緊張が伝わってくるし、その緊張もやっぱり自分自身もこう体験したことあるような緊張と似ていて、すごくこう頑張れっていう気持ちと、あとやっぱり彼女の輝いている姿にすごく感動させてもらいました。そうですね、別に仕事でもそうだしプライベートでもそうなんですけど、やっぱり世界って広くて、やっぱ生きてるうちにいろいろ味わったり、いろんなものを探さないといけないと思ってるんで、なるべく僕はその日本も素晴らしいんですけどね、時間のある限りいろんなところに行ったり、いろんな人に出会ったりして、自分の人生とかを豊かにしていきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そして長澤さんも、今年ですね、ジョンウ監督作品の映画太平林で日中韓を代表する豪華キャストと、共演を果たしまして、初のカンヌ入りもされました。でまたカンヌではね、いろんなことをお感じになってお帰りになってこられたのかなっていうふうにも思います。あ、そうですね、ちょっと時差ボケで眠いんですけど実はいや本当にいい経験を今回、させてもらったし、このやっぱりグローバルワークでいろんな世界人にまたお会いする機会もこれからあったりもするので、そうですね、やっぱり自分が、やりたいことに一生懸命突き進んでいる人っていうのは見ていて、すごく気持ちもいいし、元気をもらえるし、勇気をもらえるし、何よりもきっと自分が好きなことをやってる人っていうのは輝いて見えるのかなと思います。私も、まだまだ未熟なので、はい、日々努力していけたらなと、初心を忘れずに、はい、頑張れたらなと、なんか、思いました、はい、お二人本当にありがとうございました。どうぞ拍手でお送りください。ありがとうございます。